レブンザ・シークエル・トゥ・ミスト97年シアン、どうもアラヤンです。さあ今回はトロッコに乗ってやってきた次のマップですね。目の前にはしごが見えてますけど、これは地面に降り立つためのもの。広大な湖の周りにある建物って感じでしょうかね。岩山の中にってことかな。トロッコがここにあってレバーが一つある。これは帰り道かな。とりあえず下行きましょうか。こっち側は行き止まりかな。行き止まってますね。湖の上にはパイプが張り巡らされてるっぽい感じですよね。これがトロッコがやってきた機械。向こう側に建物が見えるのと、湖に向かって桟橋みたいなのがあるね。あ、向こうに何か装置が見える。パイプが3本出てるのかな？ 4 本出てますね。何か切り替えできる感じ。今右斜め向こう側に行ってますけど、なるほど。トロッコに動力を送るか、それともこの建物に動力を送るか。もう一つは見えない方ですね。向こうの方に進んでるな。とりあえず建物に動力を送りましょうか。右斜め下かな。こっち。そこそこ。で、この状態であの建物に入りましょうか。建物は左側。ここですね。さて、この建物は、なんだろう、赤いランプみたいなのがついてんな。何この赤いの。入れないですね。外周に通路もあるから、こっちも行ってみましょうか。何か装置が一つあるのと、切り替えスイッチみたいなやつですね。で、これはなんだ？建物の中かな？水が中で沸騰してますね。それは中に入れないですよね。この水を抜かないといけないってことかな。このレバーは、特に何も動かない。これはなんだ？水が沸騰したまま下がっていきますね。なんだこれ、どうすんだ？でも水の沸騰は止まってるっぽいぞ。ここにもレバーがありますね。右側。いや、また水が沸騰し始めましたね。この右側のこれはなんだ？何も起きない。こっち側のレバーも操作しないといけないのかな。これ今向こう側向いてんすかね。手前にしたどうした、なんだ、床が上に上がってる感じか。でこれを動かせば水面も下がって床が上にあって沸騰も止まってる状態ってことかな。これでいいのか。これでさっきの扉から中に入れますかね。お、赤色のランプが消えてるぞ。入れるんじゃないか。お、開いた。オープン。そうか、さっきの分岐を入れ替えてるスイッチあったじゃないですか。こいつ奥側にあったら、これは排水するための装置かな。あ、ですよね。これでこの建物の中の水が全部なくなったんですね。これで中に入ればいいのかな。さあ、この装置の中ですけど、はしごがありますね。下に降りられますけど、真っ暗。抜けてきた先は崖になってますね。あ、さっきの装置の中で水が沸騰してる時に水蒸気を外に抜くための排気管みたいなもんかな。これといって他に何もなさそうな感じがしますね。これで終了か。なんもないですよね。一旦じゃあ湖の真ん中にあった分岐スイッチを別の方向に動かしてみましょうか。さあ、湖中央の分岐スイッチに戻ってきましたけど、左斜め下はトロッコの方だから、ちょっと向こう側にやってみます。どこに続いてるか分かんなかったパイプの方に動力を送り込んで、あ、もしかしてさっきの暗闇のトンネルを抜けてった先の方に動力が行ってんのかな。まだ入れるかこれ。もう一回通路の向こう側まで行ってみましょうか。さあ、こっちまで来ましたけど、あ、降りれる降りられちゃいましたね。しまったなしかも左側に道が続いてるぞ。あ、でもこっちに動力送っといてよかったっぽいですよね。これがさっきの桟橋で、この左下に伸びてるこのパイプはさっきの大きな装置のとこでしょ。でこっちに動力切り替えてきてるから、この先に行けるっぽいよね。こっちですね。ここは扉。お、待って待って待って、なんか足元にあるぞ。マンホールかな。これは開けるね。オープン。下にも降りられるっぽい。でこっちの扉の向こう側ですね。中は真っ暗な通路が続いてるな。薄明かりの中って感じでしょうかね。何か装置が見える。ああ、換気扇が回ってんぞ。なんだこれは。ああ、なんでしょうこれ。開いた。これはあ、なんかつかめんね。何これ。ああ、降りていった。なんだこれ。真ん中に置いたのは多分餌だよな。これはこの下から何か捕まえるためのものってことかな。何も起きてないっすね。餌は残ってますけど、これ閉めんのかな。閉める。閉まってたら捕まえらんないですよね。多分これは中に誰かが乗ったら、中にこう獲物が入ったら蓋が閉じて捕まえてくれるっていう、そういう仕様なんじゃないの。何も捕まえらんない。よくわからんな。とりあえずこいつは仕掛けっぽいから下げておいて、違うところを見に行きましょうか。この建物の中は特に分岐とか見当たらなかったですよね。なんかここにドアっぽいのが見えてんぞ。あるね。左右に扉が見えますか。右側には通路、左側には扉かな。どっちも通路かな。通路があるぞ。こっち行ってみましょう。扉がある。なんだこれ。なんか回転してる。なんか回転してますね。いろんなマークが刻まれてるのかな。色の違うやつが1個だけ含まれてんね。ドームの周りはぐるっと回れるだけかな。他には特に何もないっぽいですね。この足元にあるのは何かの装置かな。あ、でも足元は見れないから違うね。引き返してみて反対の扉入りますか。ここのドアも閉めたら何かあるとか。ありました。仕掛けが単純。こっちも通路がありますね。なんだこれ。覗き窓みたいな、スコープみたいな感じかな。あのドームに描かれてる目のマークが順番にアニメーションみたいに動いてるってことかな。金色になった瞬間に止めればいいのか。押せましたかね。あれ、ゆっくりになってんぞ。あ、回転が止まった。あ、外のドームが開きましたよ。見に行こう。金色のドームが出てきてますね。あー、中に何かあるぞ。何かあるけど、何かあるけど、あ、本みたいなものが見えてる。見えてるけど、これ何どうするか全然わかんねえな。それはもちろん動かないっすよね。あ、なんかボタンもあります。あ、これは覗き窓かな。さっきのスコープのとこですね。とりあえずここはこれで終了かな。また後ほどやってくる感じっぽいね。もう片方の通路も行ってみましょうか。向こう側ですよね。こっち側。こっちは外側につながってますね。橋の向こうに建物が見える。これは開くのか？開かない。まだ向こう側に橋が続いていってますよ。こっちは？こっちはドームに続いてんな。あのドームはまた後で行くとして、初めの島でも見たやつですよね。やっぱりさっきの建物に入る方法を探した方が良さそうですね。どっか周辺を探索しましょう。なんかスイッチ系のものがないですか？これか。ケーブルがつながってましたね。レバー発見。こいつをこいつは止まりましたけど、ここのドアとなんか関係あんのかね。開かないな。ケーブルがでも向こう側にずっと続いていってんだよな。このケーブルはここで壁の中に入っていってますね。あ、忘れてた。さっきの仕掛けた装置見に行きましょう。何か餌に引っかかってるかもしんないもんね。さあ、来い。お、開けてたはずの蓋が閉じてるってことは何か捕まってんじゃないか。オープン。あ、何これ。カエル？カエルを捕まえましたね。どっか飛んで逃げちゃいましたけど。あ、上？あら、換気扇が止まってる。中に入れる？入れそうですよ。この通気口を通ってどこか違うところに繋がってるっぽいね。お、いけるんじゃないの？いけるぞ。これは何の建物の中だ？さっきの扉が開かなかったところかな。なんだこれ。謎のアイテムですね。あ、これ弾。数字の1が書いてある。1かな ?5 かな。音は鳴らないですね。先週、観察部屋で村人たちの様子を監視スコープで見ていると、湖の入り江に見慣れない球体を発見した。私はその球体を回収するよう村人に命じた。しかし、その翌日、監視スコープで同じ場所に同じ球体を発見したのだ。不可解なことだが、明らかに失われた球体が一夜にして新しいものになっていたということだ。以前から村人たちの島にある同じような他の球体の存在に気づいてはいたが、今まであまり気に留めることはなかった。引き上げた球体は水の生物を意味しているらしいが、音が関係しているのだろうか。明日、調査隊を送って他の球体も記録させよう。以上かな。壁に埋め込まれてたやつですよね。他にもいろいろありますね。なんだこれ、くるみみたいな。木の実は何もないし、この湯の実みたいなのも何もない。それからこれ本ですよね。こいつは真っ白。あ、書いてあるぞ。最後のインクは使えないということが分かった。最も可能性が高い本に書いたのにもかかわらず、わずかに光がちらつく程度なのだ。長い時間を費やして本に書き込み、最後の詰めで皆台無しになってしまうとは実に忌々しい。失敗した本を焼き捨てたので、実験室は気分が悪くなるほど熱い。だがいつかきっとインクや紙の改良に成功してみせる。本に書く言葉の組み合わせにしても無限の可能性があるのだ。ドニへ行くことができないのは大きな痛手ではあるが、手元に残されたもので必ず接続はできるはずだ。星の裂け目についてあれこれ調べるのはもう無駄かもしれない。器具が揃わない以上、大した情報は得られないだろう。私の推測は最初に裂け目を見た時からそう大きく変わっていない。この世界の構造が何らかの原因で引き裂かれ、どこか別の世界の一部とつながったのだ。接続と同じだと考えても良いだろう。だが、この裂け目の接続部分を取り囲む物質の構成は、接続の理論をまるで無視しているように見える。初めて現れた時には広大な真空の宇宙がこの時代の全てを飲み込んでしまうと思われたのだが、不思議なことにそのようなことは起きなかった。その後、裂け目に蓋をし、星が広がる裂け目の中を観察することにした。そしてその結果は驚くべきものであった。その宇宙は呼吸できる大気を持つのだ。アトラスとキャサリンがこの空間を通っていったのだから、中は安全であろうが、その性質が明らかにならない以上、私自身で実験してみるのは危険すぎる。またしばらく時間を経た今、再び裂け目を開いたらどうなるのか。悲劇が待っているかもしれない。この時代は刻一刻と変化しているのだから。このシステムが正常に稼働し続けるのはありがたい。記憶にある限り、ドニにあったものを正確に再現しているはずだ。ドニの技術がまた一つ蘇ったのだ。ああ、これははじめの島からあるエネルギーの機関ですね。アトラスとキャサリンが予期せずして私にこのように効率的な力を残していったとは皮肉なものだ。ここ数年、星の裂け目を観察していて、裂け目に対する私の考えが変わった。改めて思うことは、これはアトラスとキャサリンがこの時代に修正を書き込んだ結果、偶然にできたものではないかということだ。奴らが接続書を星の裂け目に放り投げ、私をこの時代に閉じ込めたわけだが、アトラスがわざわざそのような手段を好んで取ったとは思えない。接続書なら破壊してしまった方がいいはずだ。見知らぬ誰かの手に渡る危険性を考えれば。また、裂け目の出現を予期していたのならば、それがキャサリンの故郷であるこの時代を飲み込んでしまい、悲劇を招くだろうと分かっていたはずだ。私がここにいて裂け目の蓋を作らなかったら、悲劇が起きていたことは確かなことだ。村の連中と来たら、私が脅かすことでもしない限り、恐怖でその裂け目の近くにさえ寄れないのだ。この裂け目の出現は誰にも予期できなかったのだと私は信じる。アトラスは私を殺すより、ここに閉じ込めておく方を選んだ。ただそれだけのことなのだ。これはゲーンの手記ですかね。建設は順調に進行してる。ドニの技術が再現されていくのを見ているのは実に喜ばしい。二つの文化が融合し出会うのだ。ずっと昔にこのような文化の出会いがあったかどうか考えてみた。ここのケタ人こそドニの子孫に近いのではないだろうか。それを思うと実に愉快ではないか。どうにかして本に必要なだけの十分なパワーを手に入れることができるのであれば、インクの問題が解決するのだが、地熱発生装置でそれだけの大量エネルギーを得ることは可能だろうか。やはりファイヤーマーブルを改良した方が良いのか。もう30年近くこの世界の自然の産物を研究しているが、小動物などを採取したり、標本を制作したりするときは、研究のことより幼い頃の記憶を思い出す。この第5時代を書くとき、私はたくさんのドニの本を引用した。ドニの社会では5という数字が、最も親しみ好まれる数であった。上流階級の家に伝わる紋章から、ごく普通の家庭にまで、その数は至る所に見られたものだ。さっきの地熱発生装置ってのは、水が沸騰してたでっかい装置のことですかね。ファイヤーマーブルってのは金色の玉のことかな。でっかいドームのことか。この時代はそんなドニの文化に倣って作られている。私がこの時代に吹き込んだ力は見事に美しく、その5という数字への執着をも表している。ドにの色彩シンボルの学問をどのように反映させるか考えている。見た目には6色から成り立っているだけだが、5つの象形シンボルと組み合わせればドに文化を元にした複雑なパスワードができるはずだ。ついに難問を解決することができた。ファイアーマーブルに改良を試み、記述した本の時代を安定させるパワーを得たのだ。そして私はとうとう新しい世界と接続することができた。過酷で荒れ果てた時代ではあるが、私の目的にはふさわしい。私の、これはなんて書いてんだろうな。KI だから3かな。3時代と名付けることにする。近くで観察すると、想像以上に我々が新たに定住するのに適している時代のようだ。これからここに私のオフィスと住まいの建設にかかる。経験上、その作業は問題なく終了できるだろう。我ながら自分の仕事を誇らしく思う。このような原始的な条件の下で、29年間の努力の末、ドニの時代を蘇らせたのだ。この世界での作業服を改良しなければならない。ゴーグルもデザインを変える必要がある。各島にある一連の接続用ドームの建設工事が始まった。第5時代を私の新しいオフィスとなる3時代に接続するためだ。私の詳細な指示書に従って、測量ギルドがようやく各島の用地選定を終了させた。ついにドームが設置される。中心となるスーパードームの動力源の作業が少しばかりもたついたが、それ以来ペースは相当上がってきているから、これ以上の遅れはないものと思われる。これでようやく文明的な移動手段が手に入るのだ。これは、でっかいドームですよね。あ、この模様、初めの方に見たな。反逆者どもに邪魔されないよう、すべてのドームに暗証番号を取り付けることにした。見たことない数字が混じってますけども、3、10。これはでも見る限りは13でしょうかね。一番4つ目のやつが分かんないですね。4つ目、5つ目が分からん。3と4の派生っぽいですね。23、24ってとこかな。今日この日誌を覗き込んでいる作業員の一人をひっ捕らえた。奴らには読むことのできない文字でこれを書いておいてよかった。各ギルドの長と保安について話し合う。整備員、教員、調査員については問題なし。製本と建設従事者は要注意。今日は村人たちから闇に住む者について聞いた。反逆者たち、村人は彼らをブラックモエティと呼ぶことをやめないが、のテロは悪賢く知的に洗練された段階に達している。おそらくキャサリンが裏で糸を引いているのだろう。やり方も変えたらしい。村人を脅して迷信を信じ込ませ、仲間に引き込んでいるという。確かに村人はこの手の脅しには弱い。特に近頃の反逆者たちの破壊行為や窃盗行為が目立ってきてからは明らかだ。この島のイトランを捕らえる罠は満足のいく成果を上げ続けている。どうやら島の分裂は地下の生態系に影響を及ぼしてはいないようだ。ということは実に不愉快ではあるが、反逆者の連中もダーツに塗るイトランの毒に不自由しないわけだ。イトランってのはさっきのカエルのことでしょうかね。あいつが毒を持ってて、毒矢の毒に使われてるんですかね。ってことは、初めの島で急に倒れた彼、あいつもこのイトランの毒矢でやられたんですかね。まあ今はそんなことは考えずに、上質のパイプでも楽しもう。ここ数年なかった素晴らしい極上ものなのだから。反逆者たちのナイフを分析していて、偶然面白いことに気がついた。そのナイフには、この島で私が見つけたことのない成分が含まれている。奴らはどこか私がまだ知らない場所から、それらの物質を手に入れているらしい。鉱山か、それとも未知の島があるのだろうか。ナイフのほとんどが村の北側で見つかっている。以前、村人が突然消え去ったと報告を受けた場所だ。その辺りには今後厳重な警戒が必要だろう。このナイフは見ましたね。このナイフのでっかいものも島に刺さってましたもんね。奴らがそこへナイフを置き去りにしていったということは、私に対しての当てつけだろう。奴らは以前よりずっと大胆な行動をとっている。もはや逃げも隠れもしないということなのか。最近の観測の結果、島の動きに変化が起きていることが分かった。島の地震が目に見えて静まってきているのだ。島の全体の崩壊まで約3ヶ月と見積もっていたが、今となっては予測できない。一方、3時代はもうじき完成する。我々はそこへ安全に移住するつもりだ。しかし、この時代の崩壊が止んだ原因は突き止めておかねばならない。結局、このまま安定するなどということがあり得るだろうか。もしそうなら、なぜこの時代だけが私の今までの失敗例と違うのか。私の3時代での結果はまだ出ていない。それとも誰か他の奴が第5時代に変更を加えたのか。もしそうならそいつはアトラスに違いない。ところで実験を途中で切り上げるということは気持ちの良いものではないが、この時代における水の特性についての実験は中止せざるを得ない。考えなくてはならないことが他にもありすぎて、このような調査を試みている時間はないのだ。しかし将来の参考資料として現在までの調査結果を記しておくことにする。この第5時代を満たす水の顕著な特徴は、そこに生息している生物のせいと思われる。つまりある種のバクテリアだ。私は動き回る単細胞の有機体の可能性を考えている。その細胞の中に微量の水分を含み、中の水分がおそらく表面張力、もっと大きい何らかの力かの影響と結合し、熱が加わると動き回り始める。そして長時間の加熱や一定時間の煮沸でバクテリアは絶滅するようだ。そのためその有機体は熱が発生する場所へは自ら近づかないように見える。残念ながらこの仮説はまだ完全に証明されたわけではない。そしてこの不思議な自然の応用については今は放っておくしかないのだ。あれですかね、一個手前の島で見た水中を走るカプセルみたいなやつ、あいつの停留所のところが水がなくなって空間みたいなのができてましたけど、あいつがそのバクテリアの影響ってことかな。突筆すべき前進だ。ゆうべ整備員の一隊が反逆者の偵察兵と出くわし、その男から全く驚くべきものを手に入れてきた。接続書にパワーを与える推奨石だ。私のシステムはほぼ完成だが、これがあれば一気に作業が進む。それは小さく重たいものでもないので、持ち運ぶのには手頃な形態をしている。私に捕まる前にキャサリンが作ったに違いない。これがドニの技術であることは間違いない。おそらく彼女はドニの設計図をこの時代に持ち込んでいたのだろう。そんなドニの設計図を全て手に入れることができていたのなら、ここ数年私はただひたすら時代を想像することに全力を注いでいるが、私の書いた本にパワーを補う手段についてあれこれ頭を悩ます必要がなくなるのだ。いずれにしてもドニへ接続する道を突き止めなければならない。そこにもう一度行けさえすれば、私の望みを叶える全てのものが揃っているはずだ。これがゲーンが書いた手記っぽいですね。この後彼はドニへ接続する手段を見つけにキャサリンの元へ向かったって考えるべきかな。さあ本終了。ここはゲーンのオフィスだったわけですね。他にもいくつかものは、これはインクですよね。インク、紙とインク。これは何の装置でしょうね。よくわからんものがいっぱい置いてあるな。実験所って感じですかね。これも不思議なものが置いてますね。これパイプかな。日記の中にあったパイプっぽい。他には、こっちに扉と、まだ他にもテーブルがありますね。いくつかのテーブルがあるわけですが、これがさっき見てたテーブル、それから真ん中によくわからんカプセルみたいなのがあるぞ。中は何もないですね。じゃあ奥側のテーブルも見ましょうか。なんだこれ。奥側のテーブルは、ああ、これはカエルを捕まえたやつですね。ってことはやっぱり、さっき捕まえたやつがイトランってやつですね。あれは毒矢を作るための動物だったわけですね。これはなんだ、いろいろ実験器具って感じかな。あ、カエルを捕まえてあるね。毒を作ってたんですね。こっちの箱は何も動かない。ああ、なんか出てきましたよ。石が並んでるけど何のことか全然わかんねえな。卵かな。剥製か、卵の。こっちには何か透明のガラス器具が置いてある。はい。で、左を向けば扉があって、奥にも実験棚みたいなのがありますね。これはなんだ？動かないのか？あ、動いたけど何でしょう。何かを挟む万力みたいな感じですね。これはなんだろう。年輪を調べてたのかな。こっちに扉が一つある。これは多分さっきの道ですよね。あ、そうですね。入れなかった扉が開けるようになりましたね。反対側にも扉がありますんでね、向こう側も見に行きましょうかね。これはでも、こいつは何なんでしょうね。あ、開けるんじゃない？開いた。中に何か入ってるぞ。あ、本。本ですけど、接続はできなさそうですね。別の世界への接続書を焼却したってことかな。お、この装置は火がつけられた。ああ、これがバクテリアの影響ってやつですね。水が上の方に寄ってきてるのかな。バクテリアの影響でバクテリアが熱を避けて水を上の方に押し上げてる様子が見て取れましたね。それからこっち側のドアの先に行くってことかな。で、そこにモノレールの呼び出しスイッチがあるから、これは押しといた方がいいんでしょうね。多分次の島に接続するってことかな。じゃあこの向こう側の扉開いて奥行きましょうか。あの黄金のでっかいドームは今のところは用はなさそうですからね。行ったって何もできないですからね。やっぱりモノレールっぽいやつがありますね。よくよく考えたら、このオフィスまで来た時に、さらに奥にドームがあったのを忘れてましたね。あ、いや、奥の方のドームを先に見に行きましょうかね。とりあえず近くまで行ってないですもんね。一旦は、さあ、ドームの方やってきましたよ。一旦ドームだけ調べてから、次の島に旅立つことにしましょうか。島は、あれ、ドームは、桟橋が上がっちゃってますね。これは、前に動力を、入れたのはここに繋がるための橋だったんですね。 OK、 動きましたよ。さあドームの中行きましょう。お、いきなりディスク交換ですか。びっくり。さあということで、ちょうどディスク交換になったわけなんで、今回この辺にしとこうかなと思うんですけども、次はこのドームの中ですね。ドームの中に入って、この中を探検していくって感じでしょうかね。てっきりもう片方のゲーンの研究所から、もう片方の裏口から出たところにあるモノレールで違う島に行くんだと思ってましたけど、意外にこっちが違う島に繋がっちゃってるっぽいですね。次はどんな島が待ってるのか楽しみですね。さあドームの中どんな風になってるのか、次回探索していきたいと思います。ってことで今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。